きチャンネル。ちょっ。さあ、ということでね、やっていきましょう。月曜日、総チェックです。こちら、大阪です。日曜日、今日ね、甲子園で日本放送の解説をやってまして、ホテルに泊まっております。ね、見てください、夜景。はい。こちら13階でございます。はい。ということでね、あ、ここ、お風呂です。はい。じゃあ、お風呂です。鏡張りです。お風呂からも外が見れます。はい。ということでね、やっていきましょう。ね。もう残りね、試合少なくなってきましたしね。もうこれからどうなっていくのかっていう状況の中でやってまいりましょう。まずはパ・リーグから。ロッテ対オリックス。2日、0対1でオリックス。3日、3対4でオリックス。4日、2対5でオリックス。オリックスと3連勝！ロッテはここに来ての3連敗はかなり痛い。ね。ちょっと首の皮一枚繋がってね。ひょっとしたら優勝戦線食い込めるかっていうね。このソフトバンクを3連勝してね。生きてきたところでね。あと、全部ね。2勝1敗で勝ち越していけば、ひょっとしたらひょっとするぞっていうところで、3連敗。しかもね、これはもうね、完全にね、中島イリュージョンに完璧にやられて、このね、中島監督の策にね、まんまとロッテはね、ハマったかなっていうところでね、まずはね、2日の試合。通常だったらね、山本。で、土曜日が宮城。そして日曜日が、前回は山崎総一郎から山崎サチャっていう、ここダブル山崎の、先発っていうところだったんですけども、ね、金曜日ね、佐々木朗希が投げるっていうところで中島監督考えてね、まあ、負けるのは仕方ないと。でも、2勝1敗、勝ち越していかなきゃいけないっていうところを考えて、ね、山本、ね、山本で負けるわけにはいかない。万が一っていうね、ところで山本をね、土曜、宮城を日曜に分けて、まあ、万が一佐々木朗希で負けたとしても、2勝1敗でね、絶対勝ち越すっていうね、このローテーションの変化、ガッと。素晴らしい。その中でね、この2日、山崎幸也ね、山崎総一郎ね、このダブル山崎コンビがね、しっかりとロッテを0点に抑えて、ね、1対0で勝つっていうね、ガーッと、ね、まあ、オリックス山崎幸也ね、5回88球、2安打5三振、3四球無失点と、で、山崎総一郎3回26球、1安打2三振、無四球無失点と、まあ、前回日曜日とね、逆のパターンのね、先発、リリーフってなったけども、この2人がね、8回、被安打3、ね、7奪三振、3四球無失点。ガーッとナイスピッチング。いい形でね、山崎幸也も緩急つけてたしね、山崎総一郎いいね、ストレートね、いい形で投げて完璧ね。ロッテ佐々木、ね、朗希。9回97球、4安打9三振、1球1失点、1失点。こちらもね、完璧よ。でもね、どっちが勝ったらどっちか負けんのよ。その中でね、オリックスはね、1巡目、9人中ね、頓宮と吉田正尚以外、7人が全員セーフティーバンドの構え。ね、初回なんてね、もう一、二番がセーフティーしてきてね、まあアウトになったけど、まあ正直ね、効果はなかったと思う。効果はなかったと思うけど、ここが大事、こっからね。負けたとしても、ね、何か策を持って完全試合もやられると、もうね、ここまでやられてると、ね、策を持って、それをね、取っていく姿勢、グッド。これはね、結果は、言い悪いやってみなきゃわかんない。ね。まあ、結果勝ったから良かったかもわかんないけど、見てても佐々木朗希がそんな崩れたわけでもなかったからね。そんな効果はなかったけども、考えて、それをやってみてね。それ効果あるかないかをやってみなきゃわかんない。でも、無策で言って負けるよりは、こういう風にね、全員セーフティーの構えして揺さぶったりしながら考えてね、それをトライしていって、で、そっからね、何か新しいものを生み出すっていうところではね、グワッと、好きです。こういうのね。で、その中でね、5回、頓宮ね、デッドボール。で、胸がライト前、引っ張ってね。でも、佐々木朗希ね、前回の楽天、前々回か、楽天のね、楽天生命パークの時もあったけども、引っ張れないと思ってるから、外野がもう左守ってんだよね。だから、一、二塁間抜けたともね、もう結構ね、深めに行って、ライトはギリギリ取って、ね、一塁ランナー頓宮、悠々三塁に行ってね、ノーアウト一三塁。で、足立がね、ライトフライで1点取れなかったけども、伏見のね、ショートゴロ、ボテボテの当たりでね、三塁ランナー頓宮ホームインって1点。この1点をね、守り切ったっていうね、ところで、まあ、ロッテはね、なんとか、1回、8回、9回ね、得点圏、作るけども、1本出ず。で、9回を、山口が、ツーベース打って、ね、井上に、代打柿野まで、バンと、ね、で、送って、で、安田がね、三振。で、岡も最後、三振で1点取れず、このバントどうなんや。でもね、これがね、井口野球なのよ。大体、もう二塁行ったらバンドして三塁に行かせるっていうノーアウトの時はね、もうこれ大体ね、ここまでの野球見ててね、これがね、井口さんの野球だね。だからまあそれをね、もう、
賛否しても仕方ない。もうそういうスタイルだからね。まあそこでね、安田がね、ポーンって一本ね、で、ギャンブルスタートをしてたよ、多分、和田でね。それが三振になって最後ね、最低でも当てに行こうと思ったらね、フォークね、もう止まらないで振っちゃったみたいなね、感じだけども。まあね、井上っていうところでね、まあ、井上や須田で打てなかったら仕方ないやろうと思って、もうね、最近状態良かったしね。まあそこは打たせても良かったかなと思うけども、これはもう結果の、ね。それがスタイルだから、もうそれをね、もう言っても仕方ない。でもね、オリックスは、頓宮が、3度の守備、ビッグプレーでね、守備でもしっかり守ってね、先制点をデッドボールで出るっていうところだよね、オリックス。完璧な試合展開。で、3日はね、3対4でオリックスっていうところで、オリックス先発山本ね、9回116球、5安打9三振、無四球3失点と。ね。で、ロッテ先発ロメロ。ね。5回3分の1、88球、5安打2三振、2四球3失点と。まあ、ロメロがね、切れる前に変えたけどもね、それがね、裏目に、出ちゃったっていうところでね、まあ、こう、流れになったらもう何やってもうまくいかないんだよね。まあ、その中でね、オリックスは4回ね、2アウト10位から、あたりがね、先制のタイムリーツーベース、ライトオーバーね。こう1点取って、山本が投げてるっていうところでね、この1点は非常に大きかった。で、ね、6回表、吉田レフト前、頓宮レフト前。で、宗が送りバンド決めて、ワンアウトに出す、2、3塁。ここでロメロから東條に変えて、足立がね、まだライトオーバーのタイムリーツーベースで2点。え？リプレイか？あ、でもピッチャー左から右になってるわ、みたいなね。全く同じようにアウトコース高めをね、うまくかぶせてね、ライトオーバー、足立、グバッティング。ね。で、その後、若月がね、サードへの内野安打。紅林アウトになるけども、2アウト1、3塁から、なんとね、足立、若月で、ダブルスチールを決めて、1点。ね。ここで、キャッチャー佐藤くん、よく考えよう。ね。2アウト、あ、1ストライクから、ね。3塁ランナーは、足立。ファーストランナーが、若月。ね。若月が、単独スチールしてくるわけないじゃん。ね。これ逆だったらわかんないよ。足立がファースト。ね。で、若月がサードだったらわかんないけども。しかもスタートめっちゃ遅かった。そしたらよ、ひょっとしたらって思うじゃん。義塔なり、投げるのやめるなり、ベンチからセカンドスロー出てももうしかとしかと。そういったところの感性をね、働かせなきゃいけないのよ。しかも若干こうやって顔振ったところでね、もう見えてないんだから、もうね、見る必要ない。もう投げるか投げないかよ。でもね、三塁ランナーたち、グスタート。よかったね。だから前回のね、あれ日本ハム戦か、もうあったけども、そこね、感性働かせよ。もうちょっと。明らかにスタート遅かった。しかも若月。あたしのこの絡み、なんかあるなって、ピピーって来なきゃ。言われたことばっかりやってちゃダメダメダメ。ベンチからのね、言うこと聞いてたばっかりじゃダメダメ。そこら辺はちょっと考えなきゃ。でね、その4点目取って、7回裏にね、荻野ライト前、高部アウトになるけども、中村レフト前で山口タイムリー、で、井上タイムリー打って安田のね、内野ゴロ間に1点取って3点取るのよ。このダブルシールの1点がね、無駄だった。山本から3点取ったのね、大きかったけども、まあね、ちょっと時すでに遅しっていうね。山本が最後まで9回ね、完投。これは良かったね。もう会社で、今ちょっと平野は登録は外れてないけど、ちょっとなんか状態悪いのかな。でもね、そこ9回まで投げて、しっかり抑えるっていうね、山本君。あれ、これはね、良かった。変えちゃダメ。山本はもうね、最後まで投げたぞ。で、日曜日の試合ね、2対5で、ロッテの勝ちっていうことで、ちょっと、ストレート悪くなかったけど、ちょっとスライダーがね、甘く入っちゃったかね。こう2回表ね、頓宮ライト前ヒット、胸三振するけども、紅林がね、ツーベース打って、伏見がね、チェンジアップ。反対方向へね、タイムリーっていうね。で、その後終わらないでね、また西村がね、2点タイムリーヒット、西村。このヒットがね、大きかったね。で、2回裏ね、フォアボール連発で、ね、茶谷がタイムリーヒットを打つけどもね、宮城も若干ちょっとね、って思ったけども、まあなんとか踏ん張ったね。で、5回、頓宮のツーラン。グッて、ナイスホームラン。引っ張り込んだね。で、5回の裏ね、捉えたらね、ロッテも行くんだけど、これね、荻野の犠牲フライと1点止まりっていうところでね、まあ5対2、ロッテはね、5安打。まあこの2点精一杯かなっていうね、ところで、ロッテは、オリックスはね、宮城、5回3分の205球、5安打6三振、3四球2失点とね、まあ試合最低限まとめてね、まあやっぱり状態そんな良くなかったのかな。だからちょっとこういったも早かった。でね、吉田亮、お帰り。ね、3分の1ね、ピンチで、しっかりね、スライダーで三振取って、グッドリリーフ。ね。で、ブラニシ、荻野のインスラ良かったね。で、オーエスパック。ね、最後、アベっていうところでね、まあ完璧にね、しっかり抑え切って、まあ逃げ切り勝ちっていうところで、あと、ロッテはね、どこだったかな、このね、なぜっていうね、あ、これだ、4回裏ね、ワンアウトから、井上レフト前ヒット、安田アウトになって、2アウト1塁から、岡野ね、サードへの内野安打っていうところでね、井上が
まさかの三塁で立っちゃうと、バッと。足考えよ。俺も人のこと言えないけど。楽勝でアウトだったよ。あれ、高部とかでもギリギリのラインよ。しかもこのね、追われていってる状況でチャンス、仲間を作り出せないのにね、あの走塁ミスはね、だいぶ痛い、バッと。結果ね、オリックスの3連勝。オリックス。ね。もう全体的に言うとね、西武、ソフトバンクとゲーム差なし、1人差で今3位だけどもね、そういったところでどうなっていくのか、面白い展開ですね。結果、3連勝。ロッテは3連敗、痛い。続いて、楽天対日本ハム。2日、1対3で日本ハム。3日、5対4で楽天。4日、2対8で日本ハム。日本ハムの2勝1敗の勝ち越し。楽天は4カード連続負け越し。痛いね、ここに来て。でもよ、まあ、最初に言ってるけど、楽天も首位と 3.5 ゲーム差。確かにね、今、まあ、勝率の差でソフトバンク、西武、オリックス、楽天だけども、まあ、3.5 ゲーム差。まだワンチャンある。ラッキー。これね、でもちょっと勝ち越していかなきゃいけない。ね。その中で、2日、1対3で日本ハムというところで、日本ハム先発伊藤ね、6回101球、8安打5三振、2四球1、デッドボール1失点と、まあ、新人からね、2年連続10勝は、球団では1988年、西崎さん以来34年ぶり、グッと。ね。まあ、相手のね、ちょっとまずい攻めと、あとね、守備の好守もありね、あと勝負どころで粘るっていうところでね、ちょっとね、打たれたけども、しっかり粘り切ったっていうね。で、楽天先発騎士ね、7回117球、7安打5三振、1四球3失点と、まあ、味方のミス、ね、あとホームラン、甘めに入ってきたところを仕留められるっていうところが痛かったね。まあ、5回には万波にね、ストレート、レフトへホームラン。で、6回には松本にね、カーブ、甘くなったところ、レフトへタイムリーヒットっていうところがね、まあ、そこを仕留められて、まあ、でも攻められないね、7回3失点。うまくまとめてきてるけどね。で、まあ、日本はね、4回表、ね、清宮フォアボール。で、上川端、センターね、ツーベース。西川前進してきてね。こいつ。最低でも止めなきゃ。これ痛かったね。で、その後ノーアウト2、3塁からね、近藤ライトフライになるけども、松本のね、ショートゴロ、もう投げ下がってたからね。で、ここで行って。で、その後万波のホームラン、さっき言ったね、松本のタイムリーっていうところで、まあ3点取られるんだけどもね。で、楽天はね、4回、6回の、この炭谷のバスター失敗の、両方ともダブルプレイ。痛いね。なんか石井監督からは、その出てきたらバスターしてもいいよって言ってたんだけども、もう俺の考えは、サードもファーストも両方出てきたらバスターは俺はありだと思うんだけど、あれファーストだけとかね、サードだけだったら出てきてない方にやればいいわけよ。で、その中ね、あの6回、ね、バスターして、清宮、スーパープレイ、グッと。前進しながら、ね、めっちゃ速い球来たけど、なんかもう軽くさばいて、ね、3-6、ダブルプレイ。あと、上川端もね、取ってから後ろ下がりながらもね、守備うまかったね。そういったところもね、伊藤の10勝目をね、盛り立てたっていうかね、助けたっていうところもあるし、逆にね、この楽天はね、ここバンドでもね、決めてて進塁してたら、ひょっとしたら勝てた試合だから、このね、4回、6回の炭谷のバスター失敗。で、ダブルプレイしかも。これがね、一番のキーポイント。痛かった。で、9月3日、5対4で楽天っていうところでね、日本ハムポンセはね、まあまあ、負けはしたけども、まあ、いつも、まあ、ノーヒットノーランあるけどね、こういうピッチングよ、6回95球、5安打4三振、2四球3失点、打たして取るっていうところでね、まあ、自分の、自身のピッチングはしたかなと。で、楽天先発、田中マー君ね、5回3分の2、108球、6安打6三振、1四球、4失点と、突如崩れるっていう、だからもう、なんか、絶対的感なくなってきたのかな、突如っていうね、中でこのね、4回、まあ、一時はね、逆転されるんだけども、ね、谷内がセンター前ヒット、アルカンタラね、ホームラン、で清宮、中島、アウトになるけども、古川、ツーベース打って、上川端ね、レフト前ヒット。で、近藤がね、同点タイムリー。で、今川がね、ピッチャー変わって、宮森から、レフトへタイムリーヒットでね、一気に4点っていうところでね、一時逆転するんだけども、突如ね、マー君っていうね、どうしたっていうね。あと、攻撃に関してはね、楽天ね、下位からの上位のね、このつながりっていうのが良かったね。もう楽天はね、もうここずっと見てるけどね、やっぱ1、2番次第だね。1、2番が機能するか、1、2番が塁出て、浅村、島内が返せるかどうか、で、甲斐がチャンス作ったやつを1、2番どうするかっていうところでね、まあ、ここね、ちょっと甲斐がね、結構いい形で頑張ってて、で、4回にもね、先生、まあ、これ浅村がね、宇宙海ホームラン。で、5回ね、7番山崎がね、ホームラン。で、その後ね、ワンアウトから小郷がね、ツーベース。西川アウトになるけども、鈴木大地がね、ピッチャーのタイムリー内安打で1点っていうね、このね、1番西川がね、ノーヒットだったんだけども、ね、2番鈴木大地が起動したのがね、大きかった。で、7回にもね、
同点、8番隅田にレフト前ヒット。で、小郷を送りバント決めて、西川アウトになるけども、鈴木大地がね、ライトにタイムリーヒットっていうところでね、この鈴木大地の活躍で、ね、大きかったね。それで、延長に入ってね、もう奇跡の10回表を、鈴木空ね、石井にフォアボール、で、古川バント、上川畑レフト前ヒット、で、近藤健也、ワンアウト満塁から安楽が出てきてよ、ね。ダブルプレーと、これ何がすごいってね、2ボール1ストライクからね、インコース投げたのよ。ね、デッドボールもあるかもしんないね。で、3ボールにはしたくない、満塁。甘くなりがちじゃん。それをね、インローにね、しっかり投げ切った安楽。グッピッチ。しかも、5-2-3 ダブルプレー。ガッツポーズ。グッピッチ。あれはね、状況的にも考えて、しかも満塁から行って、まあね、もう割り切って投げたんだと思うけども、あのね、2-1 からのね、インロー、あれを投げ切ったのはね、素晴らしい。状況的に考えても、なかなか難しいよ。そこをね、しかも首位打者が今松本だからね、相手も相手っていうところでね、ボールになってもおかしくなかったところをね、しっかり投げ切ってダブルプレー。そしたら次、10回ね、ワンアウトから西川フォアボール。で、太田送りバント決めて、2アウト2塁から古川パスボール。バーッと軽いなぁ、ほんと。楽勝でも取れる。軽いなぁ、そんな教えですか。はい、ね。山中さん、なんとかしなさい。頑張って。そんなんじゃないはずですよ。はい。で、結局ね、浅村島内連続でフォアボール出して、で、代打、議定する。代打ね、銀地。ね、押し出し。これパスボールからよ。ね。結果、楽天のサヨナラ勝ち、押し出し。ね。で、4日、2対8で、日本ハムの勝ちっていうところでね、まあ、楽天先発早川ね、5回89、6安打6三振、2失点と、まあ、前回よりは腕も触れてて体重乗ってたかな。ちょっとずつ。でも、もうちょっと緩いところもね、あるんだけどね。まあその中でね、日本ハムはね、3回表にワンアウトからね、上川畑、杉谷。で、八千がね、先制タイムリーヒットを打って2点先制するんだけどもね。で、まあ、早川が5回に変わってね、6回からね、坂井が変わって、宇佐美にね、タイムリーツーベース。で、万波にタイムリーヒットと。まあ5点ね、取られて、まあもうこれでちょっとジエンドかなっていうね。で、楽天はね、9回裏に、フォアボールね、で、代打丸森を押し出しね、オゴ押し出しと、まあここ押し出しね、点取るんだけどもね、ピッチャー。そういうのテンション下がるよ。ね。玉井と吉田恒成。そういうとこ。玉井、前回の多分ビッグボスからはね、前日のやり返せっていうところでね、出してくれてると思うのよ。それがね、まあこういうね、状況っていうのはね、ちょっと期待にね、応えていかなきゃっていうところはあるけどもね。で、日本ハム先発加藤ね、8回98球、6安打2三振、無四球無失点と、もういつもながらね、いいピッチング今年ね、グッピッチ。今、防御率が、前回ちょっと打たれてね、2.05 になってるからね、まあ、どこまでね、このタイトルに、絡んでいけるかっていうところがね、重要だけども、今のところで言うと、ピッチャー、防御率、加藤、2位だね、1位オリックス 1.82 か。0.23 あるね。まあでもここ踏ん張りとき、まだね、全然チャンスあるっていうところではね、なんとか踏ん張ってね、頑張ってもらいたい。ね。ということでね、結果は2勝1敗で、日本ハムの勝ち越し。楽天ね、ここに来て負け越しは痛いけども、まだ 3.5 ゲーム差、ワンチャンある。続いて、ソフトバンク対西武。首位攻防戦。2日、4対0でソフトバンク。3日、5対2でソフトバンク。4日、1対4で西武。ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうところでね、これで西武、ソフトバンク、そしてオリックス、ゲーム差なしで並ぶ。そして1輪ずつ差で首位がね、1、2、3位と今なってますけども、まあ西武もね、なんとか3連敗しなくてね、よかったかなっていうところで、ソフトバンクはね、コロナ陽性になった選手がどんどんね、帰ってきてるっていうところでね、チームの厚みがね、戻ってきたっていうね、中で、まあ2日の試合ね、4対0でソフトバンクね、ソフトバンク先発東浜ね、5回3分の2、99球、4安打6三振、2四球、無失点と、まあ6回途中ね、ちょっとなんか足ひねったかなんかのね、違和感があって交代して、まあこれなんもなかったらいいけどね、このウネンティンのね、ピッチャーこの内野安打のところでね、まあここからね、抜けるってなったらね、ちょっとね、危ないんでね、まあでもね、まっすぐからのカット、ね、まっすぐからの進化、グッと、この、やっぱりね、フォーシームがいい感じで投げれてるからね。やっぱそこでね、カット、そしてシンカーっていうところのコンビネーションはね、非常に生きたピッチングだったと思います。で、6回ね、2アウト、満塁で交代してね、ここで足ひねってね、ピッチャー松本、ね、対、栗山に対して、ね、ストレート、ストライク、ストレートボール、ストレートファール、ストレートファール、4球ストレート続けて最後にフォークボールで三振、グッと。
ちょっとコースはね、真ん中身で甘かったけども、もうパワーピッチだね。まあ、こう、急遽登板だからね、もう気も据えていくしかないっていうところではね、非常にここのね、ピッチング、素晴らしかったと思います。はい。で、攻撃がね、5回裏、今宮がね、レフトへホームラン。で、6回裏ね、三森、サードへ内野安打。で、増田がバントして、グラシアルセカンドゴロで三塁進塁して、デスパイネがレフト前ヒット。で、7回裏はね、柳田がフォアボール。で、ガルビス、ライト前。で、マサキがね、バントで送って、甲斐のね、サードゴロを、ウネンティ、ファンブレーラー、バッと。で、ワンアウト一三塁から、また三森がね、センター前タイムリーで、まあ、きっちりね、4点取って、まあ、ミスもね、あったけども、まあ、でもこの試合はね、ピッチャーで非常にね、頑張ったかなというソフトバンクはね。で、西武は、まあ、もう完敗だけどね、完敗だけど、まあ、唯一で言えば、3回、7回ね、3回、2アウトからね、鈴木翔平がレフト前ヒット、殿崎フォアボール、2アウト1、2塁から、源田がね、三振。で、7回、2アウトからだけど、鈴木翔平がね、レフト前ヒット。で、これね、殿崎が続けずっていうところで、まあ、ここがね、唯一、ね、唯一っていうところでね、まあ、あとはね、6回かな、2アウトから、森がセンター前、で、山川の時に、暴投して、で、敬遠。で、2アウト1、塁から、ウネンティ、ピッチャー内野安打打って、2アウト満塁から、このね、栗山が、ね、松本が三振取って、だからここに一本ね、出てればっていうところだったけど、まあね、ソフトバンク、投手陣、その後松本ね、津森、加山、泉ね、藤井、モイネルとしっかり抑えてね、後続を断ちっていうところではね、ソフトバンクはもう完勝っていうね、素晴らしい試合展開だったと思います。で、3日の試合ね、5対2でソフトバンクっていうところで、この試合ね、ソフトバンク先発バンド、7回115球、4安打7三振、3四球、2失点と、まあストレートがね、コースの精度、制球、非常にね、良かった。で、そこからフォークを低めに落とすっていうところでね、まずこのまっすぐをね、しっかり投げ切れてっていうところでね、ストライク先行で勝負できたことが、このね、好投に光ったかなと。で、西武はね、初回、森のね、カーブ、左中間のホームラン。で、7回、中村ね、カットボール、ホームランっていうところで、まあ甘くなるとね、一発もっていうところを考えると、これね、状態いい時はいいけども、バンドはね、今後の課題としては、状態悪い時にどういうふうに抑えていくかっていうことができれば、ローテーション投手としてね、しっかりハマってくるんじゃないのかなっていうところの、ね、課題もね、ちょっと見えたかなっていうね。で、西武先発ヨザ、4回3分の1、81球、7安打4三振、2四球5失点と、まあ、デスパイネもそうだけど、高めのストレートにね、対応されてるところを見ると、ちょっとストレートの切れないのかなと。やっぱこの仕様だがね、いい形でできてるのは、やっぱストレートがね、しっかり投げ切って切れが出てるっていうところでね、変化球と緩急がついたところが、まあ今年のね、好成績に俺は繋がってると思うんだけども、そこが若干ね、これやっぱその高めを対応されてるっていうところを見ると、若干切れがね、落ちてきてるのかなと。で、その中でね、だから変化球をね、泳がしきれないんだよね。だからついてこられちゃうっていうね、あの、今宮のホームランも、そうだけどね、ついてこられちゃうっていうところがね、ちょっとね、気になる、ところかな。だから先ほど言ったようにね、初回ね、森のホームランで西武先制するけども、2回ね、今宮がレフトへね、ホームラン。で、3回の裏ね、デスパイで高めのストレートをね、そのままレフトへね、ツーランホームラン。で、4回にもね、甲斐がライトへね、これは詰まりながらだったけどね、ライト前ヒットでタイムリー。で、5回にはね、柳田のファーストゴロね、ウネンティ、ちょっと遠かったかな。ね、タイミング合わず。冒頭で1失点っていうところでね。まあ最後ミスもあったけどね。ちょっとミスね。このウネンティンのね、ファンブルっていうところもね、2日の試合もあったけど、ちょっとミスがね、絡んできてるから、西武ね、もうちょっとそこら辺ね、しっかりして戦っていきたいかなっていうね。で、4日の試合ね、1対4で西武っていうところで、まあこの日はね、ちょっと里崎が思うのはですね、今日先発ね、西武エンス、ね、6回105球、5安打6三振、2四球1失点。っていうと、西球1デッドボール無失点っていうところだったけども、ソフトバンクはね、右をね、あの、6人、並べるんだよね。でもね、エンスはね、対左に対しての被打率がやっぱ高いんだよね。右はやっぱ左打たれてんだよね。なぜかっていうと、右の左バッターのインコース、ほぼほぼ投げないからね。まあ、でもここに来てね、この試合もそうだけど、左バッターのインコースしっかりね、ストレート投げるうちにね、投げてることによって、対左のね、被打率も下がってきてるっていうところではね、エンスの成長いくって。でもやっぱりね、全部左でいけとは思わないけど、6人は並べすぎかな。4、5。別に普通に、無理に右を並べる必要ないと思うの。まあ、右バッターが中心だったら右でいいかもわかんないけども、無理に左がいるのに右を並べる必要もないから、そこでちょっと打線の組み方っていうところがね、ちょっとエンスがハマっちゃったかなと。でね、ソフトバンクね、先発柳田、
6回3分の2、111球、6安打6三振、4四球、4失点と、7回ね、突如崩れるんだけどね、完璧だったのよ、最初。めちゃくちゃ良かったのよ、ストレートもフォークもカットもね。で、ちょっとなんかこうやって首触りながらこうやって言ってね、トレーナー来て、そっからね、なんかちょっと制球が乱れ出したから、まあ、なんもなかったらいいけどね、首とかなんか心配じゃんね。何かあったらとかね。だからまあ、しかもこの間、あとね、もし千賀が抜けるってなるとチーム的にも痛いから、そこら辺がね、ちょっとどうなんだろうっていうね、気にはなったけども、まあ、7回表ね、ウネンティン内安打。で、告げが送りバント。その際がね、ホーク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 来て最後ね、そこすくって、アップルパンチ。グッパッチ、ね。で、これで終わらなくてね、オーレディフォアボール。で、若林はね、センター前ヒット。で、鈴木翔平のね、ファーストゴロ、メモリはね、今度ね、後逸エラーっていうね、今まではセーブがエラーして、追加点取ってたところがね、ソフトバンクがエラーして。で、源田レフト前ヒット。で、森がね、ライトでタイムリーで、この回ね、4点で一気に試合を決めるってなったけどね、これまあ、集中打、連打がついたのはさすがだけど、やっぱりミスっていうところもあるし、ちょっと源田の首っていうところがね、心配あるかなっていうね、ところあります。あと、エンスはね、左左にもしっかり左使って、あと、左並びなのがね、ちょっと俺は気になった。ね、まあ、結果はね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越し、パリーグはね、ゲーム差なしで、ソフトバンク、西武、オリックスが並んでます。はい。さあ、続いてセリーグ。まず最初は、広島対 DeNA。2日、2対0で広島。3日、4対0で広島。4日、7対0で広島。広島の3連勝!なんと DeNA は3試合連続完封負け!これは痛いね。一気にね、ヤクルト縮めるかと思いきやね、引き離されて、なお、阪神に 4.5 ゲーム差。まあ、残り試合も考えると、まあ、2位かな。ヤクルト1位、2位、決まったかな。3位争いどうやと、ね、いうところになってきてるような、ちょっとこれはもう優勝きついかな、っていう状況です。はい。広島はね、今、3位、阪神に2ゲーム差っていうところでね、ここからどうなるのかまだまだわかんない。ね。その中で2日ね、2対0で広島。DeNA 先発大抜きね、6回87球、4安打5三振、3四球、1失点と。まあ、まっすぐでしっかり投げて、まあ、変化球低めにしっかりコースで、まあ、今年ね、まあ、安定した投げ方っていうかね、ピッチングスタイルっていうところでは非常にね、グッピッチングだったんだけども、まあ、これは攻められないね。これで攻めたらかわいそう。ね。で、広島先発大瀬良ね、7回92球、6安打3三振、2四球、無失点と、やっと本来のね、大瀬良が戻ってきたかっていうところでね、まあ1回調整でね、抹消されてたけども、抹消後ね、中10日で、登板して、まあしっかり調整ね、グッて。だからもうね、休むのも練習だね。無理やり投げさせてあれでも10日間休んだこれぐらいね、変わるっていうところがね、分かったんだからね、そういったところではしっかりね、調整してきた大瀬良。ピッチング。ね。で、広島はね、チャンスほぼ少ない中ね、6回、2アウト1塁からね、西川がセンターオーバーのね、タイムリーツーベースで行って。で、8回、1アウトから西川がね、ライトでツーベース。で、坂倉はセカンドゴロで3塁進塁して、マクブルームね、ライト前ヒット。17打席ぶりのヒットでタイムリー。ね。で、2点守って。で、DeNA はね、チャンス来るも1本出ずっていうところでね、チャンスはね、作ってんだけどね、なかなか1本出ない。まあ、その中でね、この4回表、牧がね、センター前ヒットを入れて、ここでね、牽制戻れずアウト、バッと。これ痛いね。で、その後宮崎フォアボール、まあ、楠本ライト前、まあ、これ繋がってたかどうかわかんないけどね、こういったちょっとミスが出るとね、痛いっていうね。まあ、カープはね、しっかりエースが投げてね、少ないチャンスをものにする、いい形のね、得点、2対0、勝ち。で、3日の試合、4対0で広島っていうところでね、広島先発エンド、7回95球、4安打5三振、無四球無失点と、5月25日以来の勝利、約4ヶ月ぶりぐらいの、勝利になってね、まあ、ここの日もね、指にしっかりボールがかかって、いい形のね、ボール、ね、これ指からの出方ね。で、マックスね、145キロ。だけども、結構早く見えたね。だからガンじゃないんだよね。この勢いっていうかね、こう指のかかりっていうのは非常に良かったかなと。ね、伸びきれ、非常に、グッピッチ。ね。で、このね、しっかりとストレート投げてるからこそ、変化球ね、チェンジアップカーブっていうところがね、非常に活かせて、いいピッチングにね、繋がったんじゃないのかと。DeNA 先発石田ね、4回3分の2、92球、5安打4三振、3失点と。まあね、広島3回裏、ワンアウト2塁から野間のね、ファーストゴロ、ね、エラー、ね、石田、目金の早い、もうすぐベース見ちゃって、あ、このね、タイムリーエラーはね、痛いよ、ね。で、カープはね、5回、7回にもね、しっかり得点して、ね、5回には磯村がね、センターへのツーベース、で、遠藤バングでね、きっちり、送ろうと思ったら、フライになってアウト、バーッと。ね、そういったとこきっちりやんなきゃ。でもその後ね、
野間がレフトへヒットを打って、ワンアウトで三塁から菊池のね、ショートゴロの間に1点上げて、で、この後ね、ピッチャー石田から田中に変わるけども、秋山がね、ライトでタイムリーヒットで2点取って。で、7回にも、ね、先頭、代打堂林がセンター前ヒット。で、野間送りバント。で、菊池がレフト前ヒットを打って、で、まあ、ホームアウトになるんだけども、その後ね、秋山がまたタイムリーっていうね、秋山いい仕事。で、しっかり得点をね、チャンスをものにして、ね、ピッチャーエンドがね、しっかり7回投げて抑えて、まあ、その後はね、森浦、ケムナっていうところがね、0点で抑えながらきっちりね、試合を締めるっていうね、DeNA 打線繋がらず、完敗。もう0点だからね、この日も5安打、チャンスなし、ね、2個エラーっていうね、もうちょっとボロボロ状態。で、4日の試合ね、7対0で広島の勝利っていうところでね、広島先発ね、玉村、ね、6回85球、4安打4三振、1四球、無失点と、非常にね、腕も振れて、ね、変化球特に切れよかったね。このキュッてね、曲がってからね、まあ、球速が上がることないんだけど、曲がってからキュッてね、もう一段階ね、この速くなるっていう食い込み方ね、非常に腕も振れて、素晴らしいピッチング。で、制球もね、低めにコントロールしてね、よかったしね、まあ、こういうピッチングができればね、安定的にローテーション回れるけどね、次回登板もね、もう一回チェックね、ちょっと楽しみだね。です、DeNA 先発京山ね、4回93球、6安打3三振、2四球、2失点とね、まあこのね、4回の裏、ね、広島の攻撃、西川ね、センター前、で、坂倉ライト前、でね、西川アウトになっちゃうんだけどね、で、ここでマクブルームはね、レフト前ヒットで、ワンアウト1塁、小園三振、で、ここでね、磯村の時に、ワイルドピッチ、ね、で、フォアボール選んで、2アウト満塁から玉村がね、ショートへタイムリーな安打、クッて、走ったね、全力で、ね、でその後、野間の時にもね、ワールドピッチ冒頭で石井天馬。ミネイ。止めなきゃ。止めれるっしょ。あともうミネイね、あとこう、そういうところよ。もうあとね、ブロッキングとね、そのこう、処理キャッチング、処理これがね、ちょっと今年ね、多いね。せっかくいい形でできてるのにね、そこ。もうちょっと、頑張れ。ね。これで失点してるからね。で、7回裏にはね、菊池がタイムリーヒットを打って、で、その後ね、坂倉がライトスタンドへ満塁ホームラン。ナイスバッティ。で、しっかり、玉村が抑えて。もう DeNA、もう0点だからね、ヒット打てないね。あと、この、なんちゅうんだろうね、全員調子良くなって、あの、8月のビッグ連勝。でね、全員調子悪くなるっていうね。あと、ちょっとね、あの、この試合もそうだけども、このね、あの、佐野がね、ちょっと落ちてきてるっていうところがね、心配。このね、この試合もね、桑原関根がね、2安打ずつ打ってチャンスメイクしてんだけども、佐野巻ね、宮崎、ね、宮崎の1本だけでね、ここがやっぱりね、機能してないっていうところでね、点が入らないのはね、痛いね。まあでも、こっからどう巻き返していくのかね、今まあギリギリもう2位確保かなっていうね、でも広島は3位狙って、いい形の3連勝でした。続いては、ヤクルト対中日。2日、5対0でヤクルト。3日、1対5で中日。4日、3対6で中日。中日の2勝1敗で勝ち越しってなりましたけどね。まあ、ヤクルトね、負け越したけども、DeNA が3連敗してるからね、1ゲーム、広がるっていうところでね。あと、まあ、中日は今最下位。5ゲーム差、3位まで。ちょっときついかなぁ。で、しかもその2チームいるからね、間にね。まあ、その中でね、もう最後ね、この首の皮1枚ぐらいのラストチャンス。っていうところでね、2日の試合ね、まあ、5対0で負けるんだけども、この試合ね、ヤクルト最スイート、7回120球、3安打5三振、1四球無失点とね、しっかり投げ切って、村上さん大好きってね、言ってたけども、で、中日はね、先発王の5回100球、109球、5安打5三振、4四球、1デッドボール4失点と、ちょっと四死球がね、多いのが気になるところだけどもね、この試合も3回裏にね、ワンアウトから青木レフト前、山田センター前、ここで村上がね、レフトで3ランホームラン、ね、55。くっ。もう三冠王確定だな、これ。確定のような気がする。ね。で、このね、3点のなんで、この4回にね、中村センター前、で、長岡フォアボール。でね、サイスリード送りバン、スリーバンド失敗でアウト。きっちり決めよう。ね。で、塩見フォアボール。これが痛かったね。大野にとったらね。で、青木がね、レフトへの犠牲フライで1点。このね、4回裏の1点がね、いいダメ押しになってね。で、まあ、7回裏にね、長岡のタイムリーで5点目取るんだけども、まあ、DeNA は、中日はね、ビシエドが4打数3安打、
25打席ぶりのヒット、もう1番から3番までがノーヒット、今までビシエドが打たないで点取れなかったのにっていうところでやっと打ち出したら周りが打てなくなるっていう、この噛み合わせの悪さね。で、中日はこの完封で球団記録に並ぶ24試合目の完封負けっていうね、ところになっちゃってね、この打線の絡みっていうところがどうなんやっていうところでね、3日の試合1対5で中日っていうところで、ここはねやっと打線がね、絡んできてね、ビシエドがねまだ3の3の猛打賞を打つけども、この日はね岡林も大島もね3番阿部も塁に出てね、でここでいい感じのねビシエド、そしてアルエル・マルティネスっていうのがね返すっていう形になってね、中日は先発小笠原ね7回3分の1 116球8安打7三振1球1失点と、まあ、ピンチを作りながらもね、このフォアボールが1個しかなかったっていうところで粘れたかなとね。でヤクルトはね、あの10安打するも2回裏ねワンアウト2塁から村上の盗塁アウトね3投ね、で4回裏ノーアウト1、3塁でオサのねピッチャーライナーファーストランナーはね村上飛び出してダブルプレーバット、これはもうバットです。ちょっと気持ちが前に前にちょっと流行りすぎてるね。盗塁も楽々アウトだったからね、やっぱあそこまで行くとやっぱ完璧なタイミングなんだけどいけないし、まあでもそれはまあチャレンジした結果だけど、このオスナーのピッチャーライナーはね飛び出しちゃダメだったね。で、まあ、ヤクルトはね2回3回4回5回8回9回得点圏作るんだけどもね、この8回の1点のみっていうところでね、まあ6イニング先頭打者出すんだけども、まあ後続続かずっていう、まあこういう試合もあるかっていうね、まあでもここはね小笠原がしっかり守り抜いたっていうところでね、2回も2アウト2塁からね中村がアウトで、3回ね長岡がね先頭で出るけども得点に結びつけれずね、で4回ここもね山田フォアボール、村上センター前ワンアウト1塁か今言ってね村上飛び出しちゃってダブルプレーでね、その後も後続切られて、で5回ね先頭中村ヒット打つけども点に絡めつね、で8回ねようやく長岡がヒット打ってね内山ツーベース、ノーアウト2、3塁から、まあ、浜田のね内野ゴロの間に行ってここでポンポンポン、まあでもこの時点でも5対1だからねちょっと厳しかったかなっていうねところで塁出すけど打線がねちょっと続かずっていうね。で中日はね初回2アウト1塁からねビエドがレフトオーバーのタイムリーツーベース、このねレフトキブリアン打球運ぶで見失うっていうね、これ取ってればっていうね。で、その後、アルエル・マルティネスが打って、レフトね、ふわふわふわってしたけど、ファールからレフト帰ってきてね、ツーベースで2点。これ痛かったね。これだって、ビシエドの取ってたら、もうだってチェンジで0点だからね。ちょっとこういったところのミスもね、この試合痛かったかなと。で、6回ね、ビシエドがレフトでホームランを打って、で、7回は2アウトからね、小笠原がレフトでツーベース。で、岡林ライト前。で、こう盗塁してね、で、大島が、ライト、ツーベースでね、2打点と。この打線がね、下位打線からしっかり繋がるっていうね、ところではいい形のね、勝ち方。で、9月4日、ね、3対6で中日の、勝ちっていうところでね、この試合先発ね、高橋宏斗、5回3分の1、98球、4安打13振、293失点、クッピッチ。いいね、もうこれね、ほんと、どうなんだろうね。めちゃくちゃいい形で育ってきてるね、この高橋はね、見てても気持ちいいね。で、その中でね、ヤクルト先発ね、原樹里、5回3分の1、89、8安打、2、3、4、1、9、5失点と。まあ、フォアボール少なかったんだけどね、まあ、攻めていきながら、ね、まあ、初回ね、中日の攻撃、岡林ツーベース打ってね、で、大島がね、センターフライ。で、ここら3塁進めずね、で、阿部フォアボール。で、ワンアウト1塁からビシエドがね、タイムリーヒット。これやっぱりね、4番ビシエドが打てばね、やっぱ得点に絡むっていうね、いい形。で、2回もね、ワンアウトから土田ね、ツーベース。で、水脇がね、内野安打。で、高橋宏斗ね、ショートゴロの間に1点っていうね、ダブルプルクレーズ全力出してね、セーフ。ナイス。ね。で、4回の裏ね、山田哲人のレフトタイムリーツーベースでね、1点取られるも、その後ね、村上三振取ったね、あのボールね、高橋宏斗。ピッチ。ね。で、オスナね、ライト前ヒット。ワンアウト1、3塁からサンタナ三振、内山三振。ここで1点でもね、ヤクルトが取れてれば、この試合わかんなかったけど、ここがちょっとキーポイントかな。で、6回表にね、阿部ビシエドがヒットで繋がって、ノーアウト1、3塁からね、アリエル・マルティネスがレフトにタイムリーヒット。で、その後ね、辻田もレフトにタイムリーヒット。で、水脇ね、フィルダーチョイスで1点あげるっていうね。まあ、ここら辺はもうおせおせになっちゃってね。で、まあね、その後、6回ぐらいね、村上が51号センターバックスにホームラン。さすが村上、その前にね、三振取られて絶対打ってやるっていうね、気持ちが結果に繋がってよかったけども、ね、中日は打線が繋がってね、まあ6点。まあ、
ヤクルトはね、5安打だからね、まあ5安打の中3点よく取ったけどね、まあちょっとね、なかなか粘りきれず。まあでもね、DeNA が全敗してるんでね、ヤクルトはこの負け越したけども、この1勝っていうのは大きい。でも中日はね、ラストチャンス、首の皮1枚3位っていうところでね、まあ勝ち越してずっと行きたい中で、まあこのね、首位ヤクルトに勝ち越したのは大きかったんじゃないでしょうか。結果中日の2勝1敗で勝ち越しです。さあ、それでは最後に、阪神対巨人、伝統の一戦、甲子園での最後、巨人はこの3連戦でラストゲーム。ね。2日2対2の引き分け、3日1対7で巨人、4日0対2で巨人、巨人の2勝1分けで勝ち越しっていうね。まあこれ本当にもう負け越してたジエンドっていうところだったけどもね。まあクライマックスシリーズ、自力復活しましたしね。あと2ゲーム差、まあ広島と並んでっていうところでね。まあこの3位争いがメインかな、セリーグはね。この3チームにね、なってっていうところでね、2日の試合ね。巨人先発戸郷ね、8回127球、9安打8三振、無四球2失点と。でね、阪神はね、先発2失、7回104球、6安打5三振、1四球、無失点と。まあ非常にね、両投手、いい形のピッチングだったけども、まあ前半ね、ほぼもらえながらね、阪神はね、8回裏、中野がね、レフト前、糸原バント。で、近本がね、センター、左中間、右中間へね、タイムリースリーベースを打って、で、佐藤のね、サードゴロボテボテだったけども、近本ね、グッスタート早かったね。これで1点取ってね、2対0。このまま終わるんちゃうかっていうところでね、巨人は9回裏ね、阪神ピッチャーケラーね、先頭の中田がレフト前ヒット。で、岡本のね、サード内野安打強襲ね、これがサード山本のね、足に当たってセンターまで転げていってね、一三塁になるんだけども、これね、難しいけど、半分避けてるからね。だってグラブの前に足当たるってどうなのよっていうところがあるからね。ここを取るのが勝負よっていうね、ところだったけど取り切れずね。で、ノーアウト一三塁になって若林がセンター犠牲フライ1点。まあ、これで1点でね、犠牲フライで終わっちゃうかなと思ったけど、その後ね、吉川がセンター前繋いで、で、大城のね、一三塁、三塁ゴロ、ホームアウトっていうところでね、まあ、これはギャンブルスタートでもよかったんちゃうかって思うけども、ね、その後大体中島が、ね、レフトに同点、タグリ、クッて、同点追いついて、ね、で、阪神はね、12回裏、ピッチャーね、巨人デラロサ、代打原口レフト前、これ島田がね、送りバント失敗、2-6、小林もね、セカンドスロー早かった。で、その後ね、ファーストランナー島田がね、盗塁失敗、ね、セーフだったのに、ベース乗り越えて離れちゃってアウトになってね、でもこのね、セーフだけどね、この小林のセカンドスロー、グッと、めちゃくちゃ早かったよ。取ってから、しかも肩も強かったし、これはね、まあ、タイミング的にはセーフになったけども、これはもうデラルサのクイックが遅いからね。でもね、このスローイングはね、素晴らしかった。マジで。まあ、結果ね。まあ、阪神これ勝たなきゃいけなかったけどね。まあ、巨人はね、なんとか追いついて引き分けっていうね、中でしたけども。で、3日の試合ね、1対7で巨人っていうところで、巨人先発メルセデスね、3回3分の2、55球、4安打、1三振、無四球、1失点と。まあ、4回ね、途中で交代っていうところだけど、もうこれはね、仕方ない。今年のね、メルセデスはね、途中で崩れるんだよね。いい感じで言ったけど、途中で崩れるっていうところでね、この日もね、もうランナー出して、すぐ交代。ね、4回ぐらいね、近本へホームラン打たれて、1点取られて同点になってね、その後、佐藤はアウトに取るけど、大山をね、レフト前ヒットを打たれたら、もう即交代。ね、桑原にね、まあこの決断も仕方ない。今年のメルセデス見せた、もう負けられないしね、ジャイアンツはね、そういうところでも早め行きたいっていうところで、でも結果ね、この交代っていうのは非常にグッと交代だったと思います。で、阪神ね、先発藤波、6回97球、5安打5三振、2四球3失点と、悪くない。ホームは良かった。ね。まあ、とんでもないね、ワールドピッチの好投あったけども、悪くない。これはね、このまま続けていこう。ここでね、悩みすぎたらね、悪い方いっちゃう。ね。負けたけども、いい形。ね。反省はしなきゃいけないけど、深く悩む必要ない。このままのホームの流れでしっかりと準備して、次の試合行こう。ね。あんまり考えちゃダメ。俺はね、そんな悪くないとこ。ね。負けたけどね。それ良くてもね、勝てない時だってあんだからね。あんまり悩まないで。俺はね、いいと思う。で、巨人はね、3回、5回、6回、7回にしっかり得点っていうところでね、まあ3回ね、坂本がライトでね、先制タイムリー打って、で、近本のホームラン同点になるけども、すぐね、トライダー取り返すっていうね、5回先頭ね、吉川がスリーベース。で、大城がね、レフトにタイムリーヒットで1点返した。これがね、大きかったね。で、6回表、ワンアウト1、3塁からね、これもとんでもない暴投。で、1点取られて。で、7回にはね、坂本がセンターツーベース。で、中田翔レフトタイムリー、岡本ね、2点タイムリー4点取って、まあ7対1ね。まあこれでまあもう、ゲームセット。みたいな感じだったけども、まあ阪神はね、まあ4安打っていうところでね、打つ手なしっていうね。あとは、やっぱりね、このね、7回の時に、重信がね、
送りバンドをしっかり決めて、マスターがね、セカンドに行くのよ。大城のダイソーで出たね。で、そこをね、3投ね、マスターがした。盗塁。あの盗塁ね、良かったね。しっかりね、このアルカンタラのね、ホームの大きさっていうところをしっかり見てね、この盗塁成功して、で、坂本のタイムリーヒット1点つなげたね。このマスターの盗塁。グッソーで。ね。で、巨人ね、リリーフ陣、メルセデスね、早く変わったけども、桑原クロール、鍵谷デラロサ、今村とね、しっかりノーヒットでね、抑えて逃げ切りがちね。まあ、いい形のね、采配も含めて、試合展開だったんじゃないでしょうか。で、9月4日ね、0対2でね、巨人ということでね、今日ですよ。まあ今日というかもう日付変わってるんで昨日ですよ。日本放送でね、さぞ解説言ってましたけどもね、この日のね、先発巨人赤星ね、6回73球、6安打4三振、1球無失点、勝ち投手になりましたけども、非常にね、めちゃくちゃ立ち上がりからね、コントロール良かった。ストレートの両コース。でね、このフォークボールというところを低めに決めて、このね、大山をダブルプレーに取った時の配球とかもね、大城素晴らしかったしね、あそこダブルプレー欲しいところでしっかり低めにフォーク投げてダブルプレー取るっていうね、ランナーは出したけどもね、しっかり低めに丁寧に投げることによって、長打を許さず、しかもダブルプレーを取っていくっていうところでね、この開幕当初のね、赤星の投球を見たような、非常に素晴らしいピッチング。ね。で、阪神先発西純也ね、7回83球、2安打5三振、3四球2失点と、これはね、攻められない。立ち上がりね、若干コントロールね、ばらついて、ちょっとね、指からのボールの出だしっていうのも非常に悪かったんで、若干ばらつきあるなっていうふうに初回立ち上がり思ったけども、2回以降ね、しっかりそれを修正してきて、フォークボールもね、ストライク取るフォークと、三振取るフォークっていうのを投げ分けながら、で、たまにね、カウント取りのカーブっていうのがね、いいタイミングで効いて、めちゃくちゃいいピッチングだったんだよ。ね。で、お互いほぼね、チャンスなく、ね、阪神をね、チャンスある中で、しっかりね、赤星の低めの投球っていうところでね、ダブルプレー、木浪とかね、取られてね、しっかり抑えていく中でね、7回表、先頭丸フォアボール。で、ここダイソーね、マス出して、もう早かったよ、このダイソーもね、もう一回丸回るかもわかんないけど、何も考えさせないで投げないようにね、ちょっとでも足ね、ある盗塁やるかもしんないぞ、的ね、気を散らしていこうっていうところでね、マスターをね、ダイソーに出して、ね、中田への初球、フォークボールね、シンカー気味に、そんな悪くないよ、若干甘いかなっていうところだったけどもね、中田がそれをね、パチコンとすくい上げて、打った瞬間、レフトスカンド、中田。ホームランね。今度原さんのね、この揺さぶるっていうところもね、相乗効果で効いてね、一発で仕留めるっていうね。まあこれはもうね、でも西仕方ないよ。攻められない。これはもうね、打線の問題よ。ね。でもそっからね、もう勢いに乗ったリリーフ陣がね、クロール、鍵谷、高梨、大勢とね、もう8回なんで鍵谷とね、高梨両方使ってね、なんとか勝ち切る。でね、最後大勢がね、しっかり抑えてゲームセットっていうところで、まあ阪神はね、まあもう前半ね、赤星を捉えられなかったっていうところでね、まあこれはもうね、攻めれない。西純也はね、まあ打てなかったっていう中でね、2対0、巨人の勝ちっていうね、赤星本当にね、素晴らしいグッピッチだったと思います。結果ね、2勝1分けで巨人の勝ち越し。まだね、3位争い、ね、まだもつれそうな感じのセリーグね、残り試合ですね。さあということでね、ベストナイン発表していきましょう。パリーグから、ピッチャー、ロッテ、三馬。A クラスいけるのか、もう B クラスで終戦か。キャッチャー、西武、森、優勝逃げ切れるか、こっからどうなのだ。ファースト、オリックス、トング、アジア大学出身です。セカンド、ロッテ、中村翔吾、正念場です。サード、日本ハム、ヤーチ、石川出身、31歳です。ショート、ソフトバンク、今宮、侍ジャパン入りあるか。レフト、楽天、島内、A クラス入り、そしてそっからの優勝、大逆転あるか。センター、ロッテ、高部、踏ん張りどころ、ね。ライト、楽天、渡辺、横浜高校。DH、オリックス、吉田、マッスル、はい。リリーフ、楽天、アンダー、グッドリリーフ。インコーストレート、5-4-2-3、ダブルプレイ、完璧です。はい、セリグ、ピッチャー、DNA、今永、8月5戦5勝、もう月間 MVP 確実でしょう。キャッチャー巨人大城、逆転の A クラスなるか。ファースト中日ビシエド復活。セカンド巨人吉川、1番か2番がいいかな打順は。サードヤクルト村上、51号ホームランね、56号以上を神宮で打ったらね、1億円の家がもらえるらしいです。はい。ショート中日、土田、ギャーッ、もう常連になってくるか、ベストナイン。
レフト、阪神、大山、毎試合安打の9安打です。はい。センター、阪神、近本、毎試合安打の12安打です。はい。ライト、中日、岡林、3割いきたいね。はい。リリーフ、阪神、湯浅、グッドリリーフ。はい。さあ、最後にですね、パリーグ、エキサイティングモーメンツ。今週9月に入りましたけど、金土日の里厚プレイはこちらです。楽天の安楽投手のワンアウト満塁から松本選手をサードゴロ 5-2-3 ダブルプレーに取ったこちらの投球です。素晴らしい。はい、終わりです。はい、かなり気持ち入れて、やりましたけども、終わりです。はい、明日から巨人 DeNA。終わった。もうこれはもう巨人3連勝するしかないね。ね。中日広島。広島は負けられない。阪神ヤクルト。わーっさ。ここどうなるのか。阪神負けられないよ。ヤクルトも優勝に向けて負けられないけども。どうなんだろう。ね。パリーグ。日本ハム対オリックス。ね。ここでオリックスが日本ハムに足元すくわれる。だからやっぱ日本ハムキーマンになるね。優勝に向けてはね。西武対ロッテ。わー。ここでロッテがもう西武に3立てぐらいしたらね。どうなるのか。ベルーナドームね。ソフトバンク対楽天。楽天ソフトバンクに3連勝したら 0.5 ゲーム差で近づいていきますよっていうね。ところです。おお、ということでね、もう最後はね、佐々木何言ってたんだろうっていうところはありますけどもね、しっかり解説できたと思います。気合い入れてやりました。はい、ということでね、もう残り試合ね、どうなっていくのか、クライマックスシリーズ争い、優勝争いね、セバともにまだまだ見どころ満載です。佐々木総チェックも忘れずに見てください。それでは、グッドボタン、高評価お願いします。チャンネル登録も皆さん、してない人、してくださいね。それでは、今週も、Enjoy baseball.